第2週は毎朝1時間のウォーキングを欠かさず1日1万歩が日課。ネクタイとチーフのカラーをコーディネートしておしゃれも欠かさない水落敏栄副大臣に聞く。2018年文部科学省のここに注目。2018年となりました、うん、文部科学副大臣として新たな年を迎えられて、うん、今どのようなお気持ちでいらっしゃいますか。そうですね、昨年の特別国会におきまして、内閣一丸となって人づくり革命を断行して、生産性革命を実現していくことが明言されました。まあ、文部科学省が担う教育再生、科学技術イノベーション、そしてスポーツ文化の振興はこれらの中核を担うものだと思っております。そして人生100年時代を見据えた政策も進める上で文部科学省は重要な役割を担っておりまして、科学技術イノベーション、そしてスポーツ分野における関連施策を力強く進めていきたいと、このように思っています。スポーツをご担当されている副大臣としてですね、お聞きしたいと思うんですけれども、ラグビーワールドカップが来年、そして2020年のこの東京オリンピックパラリンピックイヤーまでいよいよあと2年となりましたが、はい、このスポーツ政策に関してはいかがでしょうか。はい、来月にはご承知のようにピョンチャンオリンピックパラリンピック、そしてその先には2019年ラグビーワールドカップ、そして2020年東京オリンピックパラリンピックが開催されます。だから私自身2年前の8月に副大臣に就任して以来ですね、特にドーピング対策や新国立競技場の着実な整備、そして障害者スポーツの振興に力を入れてさせていただきました。アンチドーピングに、関する取り組みとしては世界アンチドーピング機構のWADAといいますけれども、この常任理事会にアジア代表の常任理事としてこれまでに5回出席しています。まず何よりも2019年のラグビーワールドカップ、そして2020年の東京オリンピックパラリンピックをクリーンな大会としたいというふうに考えています。世界的にも日本に期待しているという声が多く、身の引き締まる思いがしています。そしてもう一つ、新国立競技場の整備につきましては一昨年の12月に起工式に参加をし、その後も建設現場を訪問して進捗状況を確認してきましたけれども、着実に整備が進んでおります。また大会後の後利用の検討も進めておりまして、昨年11月に基本的な方向性を取りまとめて関係閣僚会議に報告をいたしました。今後は来年11月の完成に向けて工事を着実かつ安全に進めるということと、後利用の民間事業化に向けたコンセッション事業の導入のため調査等を推進していきたいと思っております。そしてもう一つですね、障害者スポーツ、大事なことなんですけれども、障害者スポーツの振興につきましては2年前のリオのパラリンピック大会の閉会式に私出席させていただきまして、以来個人的にも強い思い入れがございます。そして昨年7月にはロンドンで行われましたパラの世界陸上も行ってまいりましたし、そうしましたら選手観客が一体となってですね、盛り上がっている様子に本当に心から感銘を受けました。今年開催されるピョンチャンパラリンピックの大会でも選手の皆さんの応援に行く予定にしております。我が国におきましてはまだまだ障害者スポーツ団体の支援体制が脆弱な中でですね、選手たちは頑張っているんですね。引き続いて私は企業のとのマッチング、そして支援体制の取り組みに向けたことにしっかりと力を入れてまいりたいというふうに考えています。ではですね、教育、スポーツ、文化、科学技術を所管するこの文部科学省の副大臣としてですね、プライベートで今年取り組みたい活動はございますでしょうか。そうですね、私自身のことで恐縮ですが、昨年11月から毎日ですね、1時間から1時間半のウォーキングを日課としております。きっかけは昨年からスポーツ庁で実施しているファンプラスウォークプロジェクトの広報活動に関わったことでありました。スポーツを通じた健康増進は国民医療費の抑制、そして
健康寿命の延伸にもつながりますので、率先垂範取り組んでいきたい、このように思っています。実際にこの続けてみていかがですか？いやね、最初はちょっとしんどいというか辛い面もありましたけど、もう慣れてきましてね、かえって、日課として、自分の日課としてですね、組み込まれていますので、このぐらい爽快感も感じるようになりました。もうウォーキングなくしては、はい、形ですかね。そうですね。今年も1年、文部科学行政の推進に全力で取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。